今年6月、神戸市西区の草むらで6歳の男の子の遺体が見つかった事件で、神戸地検は殺人の容疑などで逮捕された母親ら4人の刑事責任能力を調べるため、今日から鑑定留置を開始したことが分かりました。この事件は今年6月22日、神戸市西区の草むらで近くに住む穂坂修ちゃんの遺体がスーツケースに入った状態で見つかったもので、同居する修ちゃんの母親の沙喜容疑者や叔父の大地容疑者ら兄弟4人が殺人などの疑いで逮捕されています。神戸地検は4人の刑事責任能力の有無を調べるため鑑定留置を開始、期間は今日から来年2月2日までで、事件当時の精神状態などを調べ起訴するかどうかを判断するとみられます。